あ、喋れば喋るほどアスミのテンションが下がっていく。これどうなんだろう。どんなに時間かけても入ってくれなそうなんだけどな。となると残された可能性はストーとは思うものの、やはり説明なしのまま会うのはまずいか。はあ、そう覚悟を決めた時だった。あ、アスミ、なんで公演すんだよお前マジで。あ、目的の人物が向こうからやってきた。しっかりと覚えたその名前は、錦あすみさん。まさか、昨日と同じこの場所で再会を果たすとは思わなかった。どうしようもない僕に、天使が降りてきた。でも、ここで再会するのは、家を訪ねるよりも誤解を生まずにいいのでは？そんな期待が湧きかけた。あ、確かにね、偶然ばったりって感じだもんね。ところが、俺の天使は儚げに目をそらし、その表情に明らかな憂いが帯びた。誰だ？俺の天使を悲しませた。バカ野郎は、そのバカ野郎はお前の連れだ。今日一人じゃないんだっていう顔してるもん、アスミが。こらこら、お兄ちゃん。見知らぬ女性をガン見しすぎだぞ。お前らなんでそっち側行ってんだよ。お前らのせいだぞ。ところが、予期せぬ再会に喜ぶあまり、人としての礼を書いていた。まるで、俺が可愛い女の子を大好きみたいだ。まるで。その通りじゃないのか？お兄ちゃん？キキ。何その猿みたいな声。キキとは、声を上ずらせずに、昨日はと言おうとしただけなのに、猿呼ばわりされた。もうやだ、この同行者。でも、あなたのイラストは大好きです。やっぱあくまで、絵師さん本人じゃなくて、絵師さんの描く絵が好きなんだね。昨日はありがとう。また会ったね。何この、くっそ恥ずかしい、歯が浮くようなセリフ。消えたい。この言葉を妹の前で発してしまった自分を消したい。こちらこそ、昨日はありがとうございました。あの、助けてもらって。助けるなんて大げさなことしてないけどね。なんか勘違いされるじゃん、それ。また会えましたね。あー、かわいい、あすみ。また会えましたで、ね、そんな柔らかい表情するのずるいわ。ところが、目の前の少女は、俺のこっぱずかしいセリフにも、最高の優しさで答えてくれた。それも、軽くはにかみながら、心持ち、俺の自意識過剰でなければ、嬉しそうに、周りに誰もいなければ、ジャンピングガッツポーズを取りたかった。あすみの前だから、やめてくれ。一方で、同行者の二人は、不思議そうな顔を浮かべていた。あ、そうだね。まだこの二人には言ってないもんね。昨日実は会ったってことを。助けて、はいないかな。肉まん譲ってあげただけで。そうでした。ごめんなさい。でも、すごく食べたかったので、救われたというか。かわいいね。頬を染めちゃって。恥ずかしそうに頬を染めて、手で顔を覆うその様は、まさに天使。可愛すぎて、もうやだ。今すぐお持ち帰りさえ。ああ、もう手で顔を覆っちゃってる。やばいね。天使お持ち帰りはなんかの法律に触れそうだからやめときな、主人公。そんな彼女が、手を頬へ当てた際に、ガサガサと音がした。そこで俺は、ようやく気がついた。あ、コンビニの袋、もしかして？はい。ごめんなさい。肉まんです。いいやで、テンション上げても、それが可愛いんだから。てか、二日連続肉まん買ったらさすがに、あの失礼なコンビニ店員たちは、あ、肉まん女が来たぞって言うぞ。ますます顔を絡めて、とうとう完全に手で顔を隠してしまった。もう、可愛すぎて森。あの、お兄ちゃん？私たち完全に置いてけぼり状態。いや、ごめん。日和に声をかけられるまで、完全に生徒会長俺ではなく、ただの俺と化していた。いけない。いやでもどうだろうな。ただの俺の主人公に、あすみは話しかけてくれたわけで、生徒会長俺に対しては話しかけてないんだよね。ここで一気にあすみの好感度下がるのだけは避けたいんだけど、こちらはちょうどこれから勧誘に向かおうとしてた、錦あすみさん。そんな偶然会ってたまるかいって二人思うよね。でもその通りなんだ。勧誘？あすみ、ちょっといぶかしむ顔しないで。その単語を耳にした途端、錦さんの表情が恐怖。怯えたものに変化した。説明が足りていないのだから、当然だ。確かに。この前の主人公みたいな感じでね、なんかの宗教に入れられるんだろうかっていう風に思っちゃうもんね。あ、いや、俺たちは怪しいものではなく、血玉学園の生徒会の人間で。生徒会ですか？あ、もう喋れば喋るほど、アスミのテンションが下がっていく。これどうなんだろう。どんなに時間かけても入ってくれなそうなんだけどな。錦さんを生徒会へ勧誘したいと思って、尋ねに行くところだったんだ。生徒会に勧誘？私をですか？何かの間違いじゃ。まあ通常はそう思うよね。カノの時も日和の時も何かの間違いなんじゃないかと思ったけどね。でも構成プログラムなんだ。アスミほど適任な人間はいないんだよ、あの学園に。人選をしたのは俺たちではなく学園側で、これが教師から渡された候補者リストの錦さんの分。本当だ、私ですね。住所も合ってますし、
同姓同名というわけでもないですよね。ニシキさんは少し悲しそうな表情を浮かべた。個人情報を晒した学園側に不審の念を抱いたのかもしれない。いや、ほんと怖いよね。もうあの学園だからさ、不自然だと思わなくなってきたけどさ、普通に他の生徒に住所リークしてるのやばいんだよな。と言っても、連絡先はクラス内で共有してる範囲のものしか書いてないので、ミリさんが悪いわけでもない。それを説明すると少し安堵したみたいだ。ただ、その表情はまだ暗かった。じゃあ私を最初から知っていて。なるよね、そうやって。ごめん、違うんだ。その流れだけは勘弁してほしい。よくわからないけど、二人の話を聞いてると、昨日のうちに泉が声をかけてたってこと？その時にどうして名乗らなかったの？あらかじめ顔だけ確かめておきたかったとか？違う。俺と錦さんのボーイミーツガールが生徒会の陰謀に早変わり仕掛けたので、手を振り、足を振り、慌てて否定した。お前浮いてんの？足まで振ったら地に足ついてねえだろうが。このままではナンパまがいの謀略家とみなされ、ニシキさんと居心地のいい会話が二度とできなくなる。何よりもこの子に悲しい顔をさせるのが嫌だ。かわいいな。いやでもそうだよね。汗みの暗い表情なんて一生見たくない。昨日の出会いは偶然なんだ。もし顔をしてれば、コンビニの時点で声をかけていなければおかしいじゃないか。ああ、いいね。ここに来てアリバイ工作と愛になったわけだね、主人公は。目立っていてくれ。言われてみれば、あすみが名探偵だ。よかった。誤解は秒で解けた。ニシキさんが人の話を素直に聞いてくれる子でよかった。ニシキさんが追いかけてきてくれなければその後の会話はなかったんだ。そうですね、声をかけたのはむしろ私ですね。本当に偶然だったんですね。ああよかった、なんとか誤解は解けたかな。ニシキさんの勧誘のためにこの辺りまで来てたから、全てが偶然とは言えないかもしれないけど、でも肉まんが残り1個だったりとか、半分こだったりとか、その後にここで会話したりしたのは全てが偶然というか。そうですね、私があの時間に出かけたのも気まぐれだったし。何か神の力を感じるな。マドソフトという神の力を感じるな。最後に名前を聞くまで勧誘しようとしていた1年生が錦さんだとは気づかなかった。顔までは知らなかったんだ。ミリさんから渡された候補者リストに顔写真は貼ってなかった。それをもう一度見せると錦さんは素直に納得してくれた。わかりました。昨日は学園や生徒会の話をしなかったし、何より作っている印象が全然しなかったので、泉さんを信じます。やっぱアスミは人を見る目が人一倍強いというか、まあなんか陰キャ特有の、人見知り特有のね、人間観察しがちなところが出てる気がするね。ニシキさんが信じますと言ってくれた。なんてありがたい言葉だ。なんていい子なんだ。よかった。何そのよかったは。ちょっと深掘りしていいですか？ちょっと考察していいですか？そしてほっとした時のこの笑顔、かわいい。もう主人公がノータリーみたいになってる。天使だ。俺はこの笑顔が大好きだ。この笑顔を守るためならダブル天井課金したって構わない。 SSR の笑顔だ。だからその課金の金は日和から出てんだろ。なんでお前の懐からみたいな言い方すんだよ。ちげえかんな。お前無職だろうが。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画で、バイバーイ。